フライトコンピューターの一つ E6 バイトフライトコンピューターとは計算尺の一種。航空機のパイロットが推測広報を行うため飛行中に速度、距離、時間、燃料を素早く計算できるように特化されている。日本語では広報系ソロ版とも地図、プロッター、方位計、時計と組み合わせればアナログ式の広報システムとして機能する。また補助機能として 待機速度の変換、高度の補正、風の影響を計算するメモリを追加したものもある。速度計算に特化された、フライトコンピューター。ロンドンネームプレート製、6バイトから345、待機速度計算機航空機が登場した当初は、広報機器は存在せず、有視界飛行方式のみであった。その後自分広報が利用されていたが陸地が目視、できない用場では使えなかった。 船舶で使われていた転速工法は高速化した航空機では誤差が大きく狭い機内で6分岐を使うことには制限があり天候が悪い場合には使えなかった飛行機は風の影響を受けやすく方位自身のみに頼った場合誤差が大きくなり現実的ではないため機内で補正計算を行える道具として考案されたフライトコンピューターは電波工法が 実用化されるまでは全天候で使える広報装置として重要な存在であった。計算弱であるため結果は概算となるが、航空機はそこまで精密な動作ができないため問題は少ない。小型機ではパイロットが自ら計算するが、大型機では高度な広報訓練を受けた航空士が細かく計算して精度を高めていた。短距離では問題ないが長距離では 誤差が大きく、計算中は手を使うため短座機では使いにくいなどの問題があった。ブライトリングは小型機のパイロット向けとして1942年にフライトコンピューター機能を搭載した腕時計、ナビタイマーを発売している。電卓の小型化により、計算式を見ながら電卓で計算することが多くなり、その互換数電卓機能を応用した。 デジタルフライトコンピューターが登場すると従来型は故障時の予備扱いとなった。特に旅客機では各地で電波広法の整備が進んだことや完成広法装置が標準装備となると実用性が薄れグローバルポジショニングシステムや広域広法を使用する高精度な広法装置自体がオートパイロットと統合されたアビオニクスの一部となっていることもあり。 デジタルフライトコンピューターも予備扱いとなり、人間が飛行中にコールを逐次計算しながら、導出すること自体がなくなった。しかし軽量で故障しにくく安価であるため、趣味で小型機に乗るパイロットには予備として持つ者も,もいる。また操縦士の試験では、筆記、実技ともに必須であるため製造は続いている。 近年では試験においてデジタルフライトコンピューターの使用を認める国が多い。アメリカでは特許切れによりコピー品が多い E6 倍と、日本ではコンサイス製のアン -2 が多く使われている。ブライトリングではフライトコンピューターを内蔵した腕時計を現代でも製造している。待機速度の補正計算に特化されたもの、航空機関士向けに燃料計算用も存在したが、 現代では、需要がほぼないため製造はされていない。大日本帝国海軍では、様々な洋上工法を研究しており、特に長大な航続力を有する霊式、艦上戦闘機の採用後は、実際に長距離飛行を行っている。当時の洋上工法は、操縦しながら、フライトコンピューターを使って計算するだけでなく、海面の波頭、波紋の様子を観察して、 流ーと風力階級表によって、風光と風力を予測、風で流された進路を変流修正、対地速度を計算し距離と時間を算出予測するものだった。その精度は、洋上150回りを進出して変身し、その後に方向と時間を距離計算して起動し、その地点からの区形捜作によって、 晴天目視で母艦艦隊一確認可能な誤差範囲に収める程度の精度であり、天気が良ければ帰闘できる程度であった。しかし、有志間飛行方式の時代に短崎が洋上の空母から発艦し景気飛行で帰闘できることは重要な意味を持っていた。ブライトリングのナビタイマー。ありがとうございます。